もうすぐ避難の準備が終わるな。たまにこういう任務が来るけど、面倒なことこの上ないよな。何を言ってるんですか。今回の我々の任務は人々の避難を支援護衛すること。普段以上に気を張らなければならない重大な任務ですよ。それをまるで、要するにみんなでお引っ越しってわけだ。いつもいつも切った張ったしてるよりたまにはいいとは思うがね。任務は任務です。いいも悪いもないでしょう。それに護衛するのは村人だけじゃないのよ。切り札を受け取るまで何としてもここを死守しなければならないんだから。実に名誉あることだけどさ、切り札ね。どんなすっごい武器なのよ。二人ともそこまでにしておけ。周りに示しがつかない。確かに目前の敵のみを相手にするより護衛は緊張を強いられる。小規模の集落とはいえ人命を預かることになるし、引くわけにはいかないからな。それにここは前線に近い。みんな最後まで気を抜くなよ。しかしリンダは少し緊張しすぎている嫌いがあるな。申し訳ありません。そうそう、少し肩の力を抜いてリラックスしろよって言いたかったんだぞ俺は。それは遠回しすぎてわからなかったな。ああ、こうしてまた俺の善意が日の目を見ずに消えていくんだな。そのまま埋もれてればいい。報告します。傷の山脈より魔物が現れました。あと少しという時に住民が避難するまで我々で抑えるんだ。多くは俺が引き受ける。行くぞ。敵の増援が現れました。まったく懲りないんだから。避難が終わるまであと少しだ。もう少し耐えてくれ。あらかた片付けましたね。ユージェン、追撃の指揮を頼めるか。深追いはしないよ。もちろんだ、頼む。はいよ。ほら、野郎ども、行くぞ。俺も周辺を見てこよう。まだ近辺に魔物がいるかもしれない。残りは救助や治療に当たってくれ。リンダ、ここは君に任せる。了解しました。お気をつけて。これでここの多くは片付けたな。あれは ラルバ。相手が悪すぎる。無傷では済まないか。だがだとしても、
その子から離れろ。我に刃を向けるか、人の子よ。勇ましい虫けらだな。だが、それが命取りになるぞ。俺が時間を稼ぐ。逃げろ。無益な戦いは望まない。引いてくれ。うっそ！この程度で。余計な手間をかけさせよって。冷たい。これは本当に俺の体なのか。あの子はどうなった。あなたは行きたいですか。再びあの場に戻りたいですか。俺にはやらなければならないことが残っている。ならば答えなさい。私の魂はどう見えますか。あなたの魂を示しなさい。あなたの力を示しなさい。
私の魂はどうな、あなたの魂を示しなさい。あなたの力を示しなさい。私の魂はどう見えますか？